を、まあ、普段私が普通に手料理としてやってる料理ではできない、なんかちょっと自由工作みたいな、楽しむ料理を作れたらいいなと思って今回参加したので、はい、そうなんです。だから別にその無理して星集めもしなくていいし、あ、イヤホン、イヤホン イヤホン。聞こえてた？聞こえてたかな？聞こえてましたか？じゃあいいかな。そうで、今回のそのイベントはランキング入ることなどなど、まあ、そういうところってよりかは普通にそう料理を楽しみたいなっていうので参加してるので、皆さんそう無理して星集めしたりタワーとか、いつも通りの配信でそういけたらいいなって思ってます。なので、はい、そうだからね、なんかほんといろいろ考えてるんです。いろいろ考えてて、で今日は料理配信じゃなくて、いつもさ、今までショールーム企画参加するイコール絶対1位になりましょうって感じでやってることが多かったから、そういつもと違うよっていうことだけちょっと伝えたくて、今日はこの時間を取りました。そうだから明日とかも、午後かな、明日の夜ご飯を作る配信をしようかなって。でもそのちょっとすごく申し訳ないんですけど、キッチンを映したくないので、汚いとかじゃなくて、そう映したくないなって思ったので、ここでできるものだけここでやってみたいな。だから用意できるものは用意して、そう作りたいなって思ってるのが、なんか普通にここで話しながら作りたいなって思ってるのが、一つがよく私が作る人参たっぷり入、人参の人参しりしりかな、人参しりしりみたいなのがめっちゃたくさん入ったキンパと、もうなんか作りたいな。で、あとそのハンバーグで AKB48 作ってみたいなみたいな のとか、そういろいろ、まあそんな感じでやろうかなーみたいな考えてたりする。だからここでそのハンバーグのそのミンチ入れて、で刻んだもう玉ねぎとか入れて、ここでそのコネコネする作業とか、AKB48 って文字を作るところをここでなんか見せれたらいいなみたいな。でキンパに関してはここでキンパの具材を乗せて、もうできたものを乗せて、くるくる巻くところとかを、そうやるって感じにしようかなって。ハンバーグに関してはもうここで成形作るだけ作って、で焼くところはだからもう焼いた後ですねを SNS で作ったよって感じで載せようかなみたいな。でもね、リハがかなり忙しいので、本当にその、まあ、時間見つけてできるぐらいなんですけど、かなりハードなので、すごく私の息抜きとしてやらせていただきます。やらせていただきます。で、多分明日なんですよ。結構もうキンキンで申し訳ないんだけど。そう、無理せずに
そう、時間も結構タイトじゃん。ねえ、だからね、結構バタバタするんだけど。うん、大丈夫、私倒れたこと本当になくて、もうそこだけが自慢なんで。私料理するよ。聞いてください、今日何これ、何これ、何これ、すごっ、何このすごいね、エフェクト めっちゃにぎやかやん びっくりした、何が起こったのかと思った。そうで、明日の、配信は明日のね、何時かな、でも明日かなって思ってる。明日のそれこそなんか8時とかそんくらいにしたいなって。になんかその作る系できたらなーって。明日もね、レッスンがあって、そう、なんかこの期間毎日なんか結構やることあるから、明日かな、やるとしたら。うん、明日の20時、なんか本当は土日がいいじゃん、やっぱイベントだし、みんなが見れるってやったらやっぱ土日かもなんだけどさ、金曜日の夜でも行けるもんなのかしらっていう。明日20時ぐらいからなーって ご飯だけ炊いて待ってそう、朝からレッスンな、明日。そう、あさってもなんかねあるしね、ありがたいよね、ありがたいことに、嬉しいことに。あるので、うん、嬉しいね、本当にね。でもこの期間が本当にそのコンサート前の1週間とかでそうバタバタしてるのはすごくあるから、まあね。でも私は今回その順位っていうよりも楽しんで普通に料理楽しむよって感じでイベント参加するけど、その1位狙いますっていうメンバーもいると思うので、そう、そのメンバーの方が大変だと思うから、私は全然大変じゃない。あとそのメンバーの星集めで全然使ってくださいね、私のファン以外の方 私のファン以外の方はもう見てないか今。ね、9分くらいで意外と早く終わっちゃった みんなそのなんかね、すごいすぐ分かってくれた感じで、まあメール送ってたのもあるかもしれないけどね。じゃあ他の話しようかな。メタバースの話しますか？メタ、め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 、メタバース。メタバース。サーリアルの、そう。サリアルっていうなんか AKB48 サリアルのミュウですみたいな感じの あれ、なんか今日ね、ジップさんにね出てたんだって、私たち嬉しい。なんかね、そうやってニュースでやっぱ目にするとさ、いろんな人がやっぱ見てくれてるじゃん、だから嬉しかったな。
まあまあ今後の活動楽しみにしててください。結構なんか活動あるっぽいので、はい、楽しみに。だから私本当に今嬉しいお仕事ばっか、なんかアンバサダー系たくさんしてるよね すごい思っちゃった。なんかそのサーリアルのお仕事もそう今後追加になるので嬉しいよね。ピップエレキバンさん、ラビジュールさん、サーリアル なんかそういうね、少人数での、なんか何人かでの、その良さを広める活動に参加することが多いなって。ね、あと私ドコモユーザーなので、私の家族みんなドコモユーザーなんですよ。そうだから、なんかちっちゃい頃から、そのなんだろうな、ちっちゃい頃からまあずっとね、使わせていただいてるドコモさんと今こうやってお仕事で関われてるっていうのが不思議で仕方ない。ドコモだけ大好きだった ドコモだけ大好きで、そうちっちゃい頃ドコモのキッズコーナーが大好きで、そうで今そのドコモさんとねお仕事できてるっていうのが、ねドコモだけ懐かしくない？今もまあいるけどさ、なんかその時がすごいなんかドコモだけって感じだった。やっぱみんな思ってたんだ、振りが遅れるセンターって まあねまあね、まあ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 、最先端な技術を使ってるがゆえのねやつよね。ねえ、私も携帯ついあドコモだけ携帯ついてた。なんかストラップもらえたのかなあの時。てかさ、携帯にスマホ携帯にストラップつけれたじゃん、あの時代って。そう今ってスマホにさストラップつけれないじゃん。ねえ、なんかね変わるよね。私無理やりつけてたな一時期、なんかスマホにストラップつけたくて、中学生ぐらいの時ね。今無理だよね、懐かしい。なんかどこでなんか邪魔じゃないっていうさ、動物の尻尾みたいなやつもさつけてなかった ファーみたいな、ファーの尻尾みたいなのもさつけてた なんかね携帯よりもでかいじゃんっていう、そうサブの方を無理やりつけてるみたいな そう本体よりもサブの方がでかいみたいな、あったな。スマホケースに穴開いてるやつある、ある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 ね。私もなんかさ、そのそれそのファー尻尾みたいなのが流行ってる時にさ、ダンスしてて、でダンスの発表会でなんか自分の足と同じぐらいの長さのファー尻尾をつけて踊ってたんですよ。そうでその使わなくなったファーシップをさカバンとかにつけたりするじゃん。もうでかくてでかくて、時代だね。でも時代巡るからまた来ると思うよ、そろそろ来るんじゃない？最近なんかギャルが流行ってるじゃん そのファーシップ、私がファーシップをつけてたのは小4とか小3とかの時につけてた、つけてダンスしてた、こうやってった ね、ギャルピ流行ってきてるし、なんかファーシップもそろそろ回ってきそう。なんかさってさ、なんか何最近スカートもすっごい短いミニ丈のスカートとかまた流行りだしてるっぽくて、
そうだからそろそろ来るんじゃないかなって勝手に思ってる。スマホもスマホじゃスマホかスマホも2つ折りになってきてるし、そうなんかすごいね、なんか時代って回るんだろうなみたいな。もう新しいことがネタ切れ説あるよね。おー、ランクアップ、ランクアップしたよ 19位になったよ、まさかすぎる。ルーズ、そう、ルーズソックスも流行りだしてるじゃん。流行りだしてる、もう流行ってるのか。そう、ルーズソックスも流行ってるじゃん。なんか本当にさ、だから次はもうファーシッポでしょって感じ。もう次はファーシッポだと思う ねえ、なんかランクアップしてるね。あ、アームカバーもね流行ってる。でもルーズソックスも流行ってるんですよ。そう、元カレですの衣装もね、ひーちゃんだけルーズソックスなんです。そう、まあ昔ほどルーズソックスの長さは長くないけど、結構最近もルーズソックス流行ってます。韓国アイドルの人もよく履いてるし、最近そう衣装としてね結構ルーズソックス履いてるよ。あ、確かにキツネダンス流行ってるからファーシップ来る 来るかも。キツネダンス、そう私キツネダンスまだね分かってないな。ね、私まだ履いてない。ソックタッチって何？これもジェネレーションギャップってやつ？最 でも私ファーシップつけたくない。ちっちゃい頃つけてたけど、なんかそれもその流行ってるっていうのがあったから、じゃあつけとくかみたいな 感じでつけてたから大丈夫 ソックタッチあった、今全然見ないよね。あれってやっぱルーズソックス履いてたから。ソックタッチでもね、言われなんかその説明されたらわかる。なんか本当にさ、なんか必需品みたいな感じでさ、よくスーパーの、会計レジの横とかに置いてあった。しかもそのレジの横とかにプリキュアのやつとか、そうめっちゃ置いてあったけど今全然見ない。どこ行ったんだろう。だからなんかノリと何が違うんだろうって思っててさ、ずっと。で私はなんかそれを多分持ってなくて、あでも一回買ってもらったのかな。そう、ソックタッチ、そうセーラームーンとかめっちゃさ、そうキャラクターもの、子供が欲しがりそうな柄だったイメージ。すごい。そう肌に多分大丈夫、私塗ってた。でもなんかあんま使ってなかった人かな、かな、なんかあんま使ってなかった。その買ってもらった時もそのいっぱいそのさレジの横に置いてあって、しかもプリキュアとかやっぱ好きだったからさ、その時ちっちゃい頃で、ちっちゃい頃でなんかよくプリキュアになりたいみたいな、プリキュアのホワイトのほのかちゃんみたいになりたい将来みたいな感じだったから それでね、そう買ってもらってたな、なんかおねだりしてたな。ルーズソックス姿見たい？でもどっかでしそう、なんか衣装とかでもなんかね、ありそうね。分かる、私も初代しか勝たんって今思ってるところ。
でもね、一回ね、なんか、あ、この時も好きだなっていうのあった。ちょっと歴代のやつ見ないと分かんないけど、でもやっぱ初期が好きですね。初期の時代だし。そうそう、初期のね、そう、2人はプリキュア。私ほんと小学校6年生ぐらいまで、プリキュア、2人はプリキュアの、ホワイトのほのかちゃんを目指して、なんかホワイトのほのかちゃんが私の学生像なの。 本当にさ、影響されやすくてさ、なんか今でも若干追っちゃってるかもしれないけど、本当になんか小学生の時とかは本当に追ってた。なんか誰にでも優しくて、で勉強できて、おしとやかで、スポーツもできてみたいな、なんかそういうなんか何でもできちゃう、でも謙虚なおしとやかな女の子みたいな。そう、夢見てた。プリキュアになろうとは思わないけど、なんか普通にそう、そう、その好きでした。ああ、渚ちゃんに、そこ本当に分かれると思うんだよね、ブラックかホワイトって。そう、分かれると思う。私はホワイトだったんだよね、ちっちゃい頃。そう、ほのかちゃんになりたくて髪の毛伸ばしたりもしてた。なんかすごい憧れすぎて、なんか私もこういうなんか清楚系の女の子になりたいって思ってさ、なんか髪の毛全然切らなかった、小学生の時。なんか髪の毛切るほど嫌なことはなかった。 でも今ね、ちょっと短くないともう大変なんだけどさ。 そう、まあ清楚系になりたかったから、今はまあ慣れてるのかな、それ言ったらね。どちらかというと私ちっちゃい頃は多分渚ちゃん系だったと思う。渚ちゃんが清楚ぶってる感じかな。なんかちっちゃい頃はさ、そんな感じなかったけど、なんか今ここで振り返ってる、めっちゃ なんか整理がついてる。あ、あの時もしかしたらこうだったのかもみたいな、あの時こうだったなとか。ね、まあそんな感じで、明日はね、料理しようと思うんで、はい、8時から配信する予定で一応いるから、明日皆さん平日最終日だと思うので。でも難しいところがさ、その平日最終日でも全然土日お仕事の人も絶対いるじゃん。そう、だからそこが難しいんだけど、平日最終日、お仕事頑張ってきてね。 お仕事頑張って終わらせてきてください、私の配信に。 私も作るだけ作りたいから、作るだけ作って冷凍する予定。 みんなお仕事頑張って、私も頑張る。冷凍便利よね、わかる。とりあえずキンパは冷凍かなって感じ。ハンバーグは食べようかな。だから明日はお腹を空かして、家に帰ろうと思うので。でも今日が終わっちゃう、あと5分で終わる。ちょっと練習しないとやばい。今日やばかったんです、レース。本当にやばかったの。本当にやばかったの。なんか大学終わって行ったんですけど、なんか本当は最後の方だけちょこっと出れるかなって感じだったのね。だから今日はなんかここは振り返せずに
行こうみたいな、その参加できるはずの場所だけ確認して行ったんですよ。でもまさかの、あの思ったよりもその進みがゆっくりだったみたいで、レッスン上ので、全部できちゃうみたいな、コンサート全部通せちゃいますみたいな感じになっちゃって、で、あ、やばい、私そう、そこ参加する予定じゃなかったよ今日みたいなね、ことが起こって、あのやばさをすごい実感したんですよ今日。だからね、そうドキドキしてます。でも逆に良かったかも、この時点でやばい頑張んないとって、なんか活が入った気がする活入れ活入れできた気がする今日。うん、じゃあ明日も頑張る。うん、私はもう今日これから練習するから、明日もあるんで、朝から頑張るね。じゃあちょっとあと3分ということで、え、ランキング多分読め、これ読めない、ちょっと待って、え、でも頑張って読むね、急いで読んでみる。じゃあそれでは1位、あの登壇してる方からいきます。13位がテオネオさん、13位おめでとうございます。そして12位がジャリングさん、12位おめでとうございます。そして11位がユッタンさん、11位おめでとうございます。そして10位が PTY さん、10位おめでとうございます。そして9位がエイトくんさん、9位おめでとうございます。で8位が星侍さん、8位おめでとうございます。そして7位がゆうゆうさん、7位おめでとうございます。そして6位がみつるさん、6位おめでとうございます。そして5位がポンコポングさん、5位おめでとうございます。そして4位がみほさん、4位おめでとうございます。そして3位がリムさん、寒いちゅっかえよ。そして2位がヌーコッパ、いびちゅっかえよ。そして1位がキリンさん、1位おめでとうございます。はい、じゃあ14位から読んでいきます。ホアンさん、ピッシアさん、フィンドフォービーさん、スラヒデちゃん、ウィンパディさん、 V さん、ヨンオンニ、マイさん、ゼロさん、ニープダさん、和田さん、コサスミヨシ、ヒデジロさん、ユジナッチシ、ヒロさん、クラウドキューティーさん、イーグルイーグルさん、ミューパラギシ、ナオナオさん、 KYS さん、タンプーツーさん、リックスさん、ナナフォナナさん、鉄道好きコナーさん、カレカレさん、科学先生さん、パランクスさん、オスワルドさん、ヤマハさん、XYZ さん、ウノトリミュードンさん、グリフォンさん、AK さん、最高のフィナーレをし、ミスターオルガン坂さん、ミッキーちゃん、ミキトさん、体にピースさん、ローソージさん、ジョーさん、クラッシングさん、腰の鼓動は愛さん、ミューディーさん、トシージャケンさん、行政ウシタさん、もしも鳥だったらさん、おー、佐々木和則さん、やばい、トットシー、プレシー、リーさん、山口ブルースカイさん、ハッピーミューさん、XD さん、ミカさん、ブルーコレムさん、魚さん、え、ちょっとあとごめんなさい、あとごめんなさいね、ちょっともう無理そう、あと1分だもん、スクショタイムしようごめんなさい、途中でちょっと切り上げます。はい、チーズ。はい、ちょっと今日は途中までしかランキング読めなかったんですけど、配信見に来てくれて本当にありがとうございました。明日は、20時から料理配信をします。お待ちしてます。じゃあおやすみ、またね、おやすみなさい、見てくれてありがとうございました、またね、じゃあおやすみなさい、またね、早めに終わっちゃう。